南足柄市は神奈川県の西部に位置し、小田原市や箱根町に隣接しています。また明治時代に作られた商家金太郎により足柄の名は全国に知られるようになりました。私は一般財団法人春めき財団の理事長を務める古谷富雄です。当財団の主たる事業の一つに新規就農者等への支援活動があります。当然のこと、農業を行うにはその生産基盤である農地が必要です。特に営農条件が整った農地については食料自給率の向上を図るため、農地以外の転用は最小限にとどめるべきと考えています。令和2年6月下旬に南足柄市が開設した道の駅足柄金太郎のふるさとには想定を超える来場者による交通渋滞を解消するため、隣接する農地に駐車場を新しく設ける事業費が9月市議会定例会に一般会計補正予算として提出されました。そして令和3年1月には約30台分の駐車場が南足柄市独自の判断でできるとのことです。しかしこの駐車場を計画する農地は道の駅本体耕地と同様の農地以外の土地利用が最も厳しく規制された農業振興地域にあります。さらにこの農地は農業の生産効率を高めるため圃場の規模拡大や農道、用排水路等の整備を行う、国や県からの補助金を受けた団体営圃場整備事業で確保した優良な営農条件を整えている第一種農地です。平成21年12月15日から施行された農地法の運用についての制定では、農地法の運用について第2、1、括弧1、い、括弧い、い、括弧 D で農業振興地域の第一種農地の転用は原則として許可できない。ただし転用行為が次のいずれかに該当する場合は例外的に許可することができるとしています。そして農業振興地域の第一種農地を道の駅等の休憩所に転用する場合は農地法の運用について第2、1、括弧1、い、括弧い、い、括弧 D の条件に認められるものでなくてはなりません。その転用の許可の可否基準の条件は次の通りです。1、一般国道または都道府県の沿道の区域。2、高速自動車国道、その他の自動車のみの交通のように供する道路の出入り口、いわゆるインターチェンジ周囲おおむね300メーター以内の区域が条件であるとしています。南足柄市の道の駅は東名高速道路大井松田のインターチェンジから4キロメートルも離れた市道塚原まだらめ線沿いに位置しており、この条件にも該当していません。よって南足柄市の
道の駅は農地法上転用できないということです。さらにこの1、2の条件に該当していても、なおかつその前提条件に農信法、農業振興地域に関する法律第13条第2項で記された農信除外の御用件、このすべてを満たさなければならないという法規制があります。御用件の一つに、その土地以外に代替する土地が困難と認められることが記載されており、どうしてもその土地しかない場合に限るとしています。南足柄市の地域全体市街化区域から調整区域には代替できる土地は他にも多数あると考えます。しかし今回も農業振興地域の第一種農地に農信法や農地法を無視し、隣接する第一種農地に駐車場を新しく設ける土地利用をしようとしています。農信法と農地法では、まず農業振興地域の指定を除外して農地転用する、これが法の手順です。法を守る側の行政機関である南足柄市が法を遵守せずにこのようなことをしています。また、県も国も法律に基づく対応を行っていません。次に、南足柄市三田地区の農業振興地域にある身体障害者の福祉施設は、身体に障害のある人やその家族にはなくてはならない施設になっています。そして、数年前、他の施設ではその受け入れが困難な重度の障害を持つ人を受け入れるため、隣接する農地の農業振興地域の指定除外、そして農地転用することを南足柄市と神奈川県に申し入れをしましたが、許可が出ずその計画を断念した経緯があります。本日はこの福祉施設の土地の寄付者でもあり理事でもある老沼仁さんにそのことをお聞きしたいと思います。老沼さん、こんにちは。はい、こんにちは。お忙しい中お時間を割いていただきありがとうございます。さて、老沼さんが所有されていた農地約3000平米を寄付され、身体障害者の人を受け入れる福祉施設が平成13年にできました。そして数年前、まあ5、6年前だと思うんですけども、さらに重度の障害を持った人を受け入れる建屋と駐車場を作るため、隣接する農業振興地域の農地の除外と農田を南足柄市と県に申し入れをされたということですが、その許可が下りなかったということを聞いています。今日はそのことをお聞きしたいと思いましてお伺いしました。まあ、さらに、福祉会の方からですね、重度障害者施設を拡大したいという相談がありましてですね、まあ、地元の理事として、また、設立の辞書を、提供したという形の中でね、はい、相談がございましてですね、まあ、取り組みを考えていこうと、はい、いうことになりましてですね、まあ、地主を私が、まあ、お願いして、はい、地主さんの了解を得てですね、次の段階としてですね、行政あるいは県への申請をしたところですね、はい、結果的には農信農用地で絶対それはできないということで、はい、まあ、いろんな形で、まあ、格闘したんですけれども、結果的には、まあ、それができなかったということで、特に、
今福祉事業に対してはですね、はい、いろんな形で取り組んでいるのにもかかわらずですね、はい、それが達成、目的が達成できないということで、大変私もですね、はい、まあ、福祉事業は、まず優先するというふうな形で、まあ、政治家にしろ、はい、行政にしろ、まあ、最優先しているにもかかわらずですね、はい、イノシシが飛んで歩いているような農地をですね、はい、なぜ福祉事業に貢献できないのかと、はい、これ大変な年も、まあ、心を痛めているわけで、はい、なんとかこれをできないかということで、まあ、県会議員の先生にもですね、はい、お願いしたところ、確たる、まあ、書類を出せば、できるようにしますと、運用もかかわらず、はい、結果的にはできないと。その原因が私も追求してないわけなんですけど、うん、あまりにも、ね、福祉に対するですね、口先だけでは、福祉福祉と捉えていても、はい、現実を、うん、まあ、見てないと、福祉に対して見てないということでね、非常に私も、分解しているわけです、ね。はい。わかりました。うん、そして今、小島さんが、イノシシも飛び交わっているということをお聞きしたいんですけども、その周りの農地っていうのは、まあ、良好な生産体制というか、管理ができている農地なんですか？いや、とんでもないです。有料農地っていうのはですね、耕作し始めて有料農地。はい。はい、ね。まあ、イノシシが、飛んで歩いているような特徴ですね、はい、有料農地と言えるか、はい、もう いかにですね、県の農政部が、はい、地域の実態を把握してないと、うん、我々農家としてですね、はい、情けねえ、うん、ついては福祉事業にね取り組んでやる、これは十分福祉事業が 100% 目的が達成できるにもかかわらず、はい、イノシシが飛んで歩いている農地をですね、はい、有料農地として許可を下ろさないんで、とんでもないですよ。はい。うん、まあ、法律的には、農心農用地に指定されていれば、その除外、農田は、本当に厳しいものなんですよ。うんうん、ですから、今の行政の対応した許可を出さないっていうのは、うん、通常の法的な、なんて言いますかね、手続きっていうか、許可なんですよね。ですから特に問題ないんですけども、うん、まあ農心農用地に指定された土地と言われても、うん、今回の土地は耕作放棄地等々がたくさんある、うん、生産基盤が安定してないような農地ですから、まあ私としてもですね、さらに重度の、障害を持った施設ね、建屋とか駐車場を作りたいというなら、やはり、行政はもっと前向きに、うん、ね、農地の除外とか農田をすべきだというふうには今お聞きして、うん、そう感じました。で、その他にですね、今回その申請をしても許可が出なかったということなんですが、今後もですね、この計画はその場所で進めるという考えはあられるんですか？いや、それは福祉会のね、はい、今後のね、事業に対してのまあ、やる意欲があるかどうかね。はい。まあ、一般的には、まあ、今まで以上に福祉事業に、やっぱり、この世に生まれてして、同じ人間としてですね、はい、平等の価値を与えるには、やっぱり福祉事業をもっと充実しなくちゃいけない、うん、ということは分かっているにもかかわらずは、ね、農地を農業法で、農業法か、それで守るということはね、うん、よく地域のバランスを見てさ、はい、もう少し県の農政から現場を見に来るような形でやんなきゃね、はい、これからの農業は、いや、食っていけねえんだから、はい、その実態というのをもっとね、県にしよう、行政がね、把握しなくちゃいけないと思う。うん、もう我々の年だからね、はい、ああじゃねえ、こうじゃねえ、言いたがねえけど、少なくてもそういう人のためにね、土地を提供してやるんだったらさ、そういうふうなね、いろいろ措置もよ、やっぱり還元してくれなきゃいけないよ、はい、時代なんじゃねえかと思うんですけどね、はい、うん、そうですね、まあ、小沼さんのお話を聞いて、まあ、そういうふうにね、福祉の方に土地利用が可能ならば、ね、
農地としてでなく、その他の土地利用を考えるべきだということですね。政治家がさ、はい、選挙に出るときは福祉を除外して選挙が出れねえんだよね。福祉の充実、福祉になる。福祉の充実は何かっていうことを、はい、基本的に考えてねえで、口先だけで言って、政治家になってんだよ。ね、実態ってのは捉えねえでさ、ただ人気でやってんだけのもんだよ。だから俺は今の政治家なんて信用できないよ。そうね。そうですね。ぜひよ。しかしその一方、南足柄市が行う道の駅の駐車場や道の駅本体工事では、農業振興地域の指定除外も農地転用もせずに、市独自の判断でその土地利用がなされています。南足柄市が農振法や農地法の許可を取らず、事業を進めるその根拠は、神奈川県と南足柄市の文書のやり取りにありました。平成30年8月28日付の南足柄市長から神奈川県知事への紹介文に、道の駅の整備にあたり、農振法及び農地法について許可不要と整理し、事業を進めたいとしています。このことに対し、そのわずか2日後の平成30年8月30日付で、神奈川県知事は、岸の整理は適当と考えますと回答し、これを受け、南足柄市は、農振法及び農地法の許可は不要であるとして事業を進めています。農振法や農地法の許認可権者である神奈川県の回答書には、農振法や農地法の許可は不要との明記は一切ありません。以上が南足柄市の道の駅足柄金太郎のふるさとの土地利用の情報提供です。皆さんはいかが思われましたか？農振法や農地法の条文等についてはネット検索で確認することができます。多くの方のコメントを期待しています。次回道の駅足柄金太郎のふるさとの土地利用情報提供では、農林水産大臣宛に出した法的見解についての回答書や、神奈川県知事の南足柄市への回答書、南足柄市の神奈川県知事への紹介文等の詳細内容の提示を予定しています。